ゼッサの奥津です。よろしくお願いします。本日ですね、2016年フィッシングショーゼッサのですね、一押しアイテムとしまして、ブラックスターのセカンドジェネレーション S78、 こちらをご紹介させていただきます。でこちらの竿はですね、以前ありましたブラックスターのシリーズの、まあ、チューブラータイプのロッドの リニューアルモデルという形になりますね。でこちらのロッドはですね、7フィート8インチちょっとまあ長めのレングスなんですけども、アジングからメバル、あとチヌですね、そういったところ あのライトゲームに狙うターゲットすべて狙ってしまおうっていうコンセプトで作った竿になります。まあ、サブタイトルがマルチパフォーマーと言ってるくらいなので、まあ、マルチに使える1本という形でですねご紹介させていただいてます。で非常にあの柔らかなティップセクションを持ち合わせておりまして、まあ繊細なバイトを絡めとる。でさらにですね、ベリーからバットはかなりパワーを持たせておりますので、結構無茶なファイトをしてもですね、しっかりと魚を取り込めますよっていう風なコンセプトで作っております。で何よりも注目なのはガイドです。元はステンレスフレームの SIC のガイドを使っているんですけども、上に上がっていくとですね、なんとトルザイトのチタンフレームのガイドを搭載しているんですね。これによってティップの戻り収束が非常に速くなっております。キャストした時のブレ、あとはリトリーブ時の感度っていうのを飛躍的に上げた竿になっておりますので、非常に扱いやすくかつ高感度な竿になっています。ぜひお手に取ってみてください。よろしくお願いします。ショアスロージギングですね。今年はですね、スロービー、マイクロビーという2種類が発売になります。でこちらはですね、ショアジギング用あるいはスーパーライトショアジギング用で開発したスロージギング用のジグですね。でこちらキャストしていわゆるショアジギングの釣りを使うんですけども、キャストしてもちゃんとした姿勢が保たれるように若干丸くなっております。これによって安定した飛行姿勢を生むことができます。かつ、いわゆるスローピッチジャーク、船で呼ばれているスロージギングっていうのはバーチカルな釣りですけども、ショアジギングというのは、まあ、キャストとしての釣りになりますから横の釣りになります。で僕らの解釈としましては、その各レンジをですね細かく刻む、その刻むためのジグというコンセプトでショアスローというふうな感じで名付けております。で今回はですね、20g から 60g のモデルに関してはスロービーという名前で、 5g から 12g のものに関してはマイクロビーという名前になっております。まあ、スロービーに関しましてはですね、青物、ね、魚、いろんな魚狙えるんですけども、マイクロビーはですね、アジからメバル、そしてさらにはですね、小型青物まで対応できるようなラインナップで今年一気発売になりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。